ラジャサクレックジム所属たくあき下妻です。さあ、そして一人じゃ絶対にできないと思います。一人ではちょっとなんか変な人になっちゃうんで、もう一人相手を呼ばないといけないんですが、なんか大丈夫ですかね。いきますよ、両富士枝揃いました。拓明下坪選手、そして両藤枝選手、ここからここで熱いバトルを繰り広げるわけですが、まずは簡単にルール説明というか、この形式を、まあ、エキシビションマッチなので特に勝敗がつくわけではありませんが、2ラウンド、2分2ラウンドを行いたいと思います。その中で皆さんには2つお願いがあります。あんまり近くに寄りすぎちゃうと結構ね激しい戦いなんでバシバシ当たっちゃって怪我しちゃうかもしれないんですけど、まあ、その辺は、2人セコンドがついておりますんで、ガードがするんですが、まあ自己責任でね、あんまり近づきすぎないように、エキサイトしすぎないようにお願いいたします。そしてもう一つ、バシッと綺麗に蹴りなりパンチなりが決まった時は大きな歓声をお願いします。分かりましたか。蹴りが決まったとき、男子はおい、女子はかっこいいみたいな感じでバシバシと盛り上げてください。さあ、そういうわけでお待たせするものを申し訳ないので行ってみたいと思います。さあ、両選手用意はよろしいでしょうか。さあ、大丈夫だ、大丈夫ですね、これは誰が見ても大丈夫ですね。さあ、アザナイトパリピも調子はどうだ。2人の熱いバトルを見る準備はできてんのか。さあ、それでは行ってみましょう。アザナイトスペシャルマッチラウンド1ファイト。さあ、行くぜ。どうだ、まずはおい、イエス、これ絶対痛いぜ、おい、おっとおっとおっと、さあ行け、バシバシと、イエスイエス。さあ、ロック2ミドル、どうだ、様子を見て、イエスイエス、おい、おわせだ、残り15秒、残り10秒、10
ここでちょっと中情報というか、高橋選手は無縁体です。見ての通りひばりが丘でね、ラッシャーサクレックチームというところで、所属しておりまして、こういうパワフルなスタイルをやってるんですが、そしてレオ藤枝選手、今ちょっとね見てキュンときたガールズいっぱいいると思いますけど、なんと彼女募集中でございます。はい、某有名空手道場所属ということでね、名前がちょっと出せないというのが寂しいんですけど、あ、コクさんちょっといいですか。何ですか。きたー、次はちょっとね忘れちゃった人いるんじゃないですか。今ね1ラウンド終わって、次ほら見て2ラウンド目っていうことで、ちょっと待ってくれよ、なんだよこれ、やばい。ラウンド2、ラウンドガール来てます。ちょっとな、試合の時は写真撮ってなかったけど、今写真撮ってる人は何なの。あ、ちょっと置いてって、その秋田大丈夫。さあ、やばい、ラウンド2、テンション上がった。パーリピーも調子はどうだ。上がってる、明らかに上がってるよ。ありがとう、もうおかわり、おかわり。さあ、さっき今出てくれた女の子、レナちゃんは後でまた再登場しますから、テキーラを皆さんに配ってくれますから、ちゃんともらってくれよ。ちょっと話がそれちゃったけど、今熱い男のバトルだから邪魔しないでくれね。 OK、 さあそれじゃあ朝ナイトスペシャルマッチラウンド2いってみたいと思います。高橋下坪 VS 両藤枝、いきましょう、ラウンド2ファイト。さあ行け、テンション上がってるぜ。イエス、いいぜ。おおおいおい、さあどうだ、派手に決めるぜ。イエスイエス、おおい、前蹴りから、イエスイエス、下坪選手、ひばりが丘でラジャサクレックジムというところに所属しておるんですが、こちら体験の方をですね随時受付しているということで、今の見て俺も強くなりてえなとかちょっと興味を持ったって方はぜひ下坪選手に話しかけてみてください。
イエス、高木下島選手に大きな拍手。さあ、そして両藤枝選手は先ほども申しましたが、彼女募集中なのでかっこいいなって思ったら声かけてあげてください。イエス、両藤枝選手。それでは両選手の退場になります。皆さん大きな拍手でお送りください。イエス、ナイスファイト。ありがとうございます。